お前、何か考え事か？旅人さん、パイモンさん、やっと会えました。あれ？なんかあったのか？今回の学院祭、何か変だと思わないか？さっきまでキャンディスと一緒にカフェにいたんだけど、いかにも用があってここに来たって風な傭兵を見かけたんだ。あいつら、わざわざ変装までして、買い物に来ただけの観光客を装ってた。でもどう変装したって、あいつらの体に染みついた血の生臭さは隠せやしない。あのコソコソした様子を見るに、きっとまた、拉致とか暗殺みたいな下水仕事だろうな。少し聞き耳を立てていたのですが、彼らの目標はどうやら、サーチェンという人のようです。サーチェン？あ、開幕式の時、カリーナが言ってた人のことか？彩色の冠と、試合の賞金も、全部そいつが提供してくれたって言ってたよな。けど、そいつ自身はずっと顔を見せてないような。聞いた限りじゃ金持ちみたいだな。それだったらおかしくはない。ここんとこ、エルマイト旅団の奴らも生計が苦しいからな。傭兵たちの大半は副業をしてる。狙いは全部、金や権力を持ってる大物たちだ。あいつらの言葉を借りれば、一度成功しさえすれば、身代金でしばらく楽な生活ができる。だそうだぜ。ちょうど学院祭の時期ですからね。スメールシティから一気にたくさんの観光客が押し寄せてきたのに乗じて紛れ込んできたというところでしょう。リシアと一緒に彼らを捕まえようと思ったのですが、相手の警戒が強くて、理由をつけて逃げられてしまいました。シティ内で戦いなんかしたくないだろ。そうじゃなきゃ、すぐにでも奴らを縛りつけてたんだが。こういうのは誰が管轄する決まりなんだ？マハマトラ？それとも、30人団か？セノなら何とかしてくれるだろう。とりあえず、教練員に戻って、情報をマハマトラに伝えようぜ。リシア、キャンディス、ありがとうな。いいえ、私たちもたまたま耳にしただけですので。ああ、気にするな。本当に奴らにやられてしまった日には、エルマイト旅団の名がもっと汚れるだけだ。それにここはスメールシティだからな。私とキャンディスは手を出しにくいんだ。あんたらに任せたぜ。もし私たちの助けが必要になったら、いつでもカフェまで探しにいらしてください。さっき何か考え事をしてたみたいだったけど、もしかしてお前も学院祭について考えてたのか？リシアとキャンディスの話を聞いて、オイラも裏に何かあるんじゃないかって気がしてきたぞ。こうして考えてたってどうしようもないよな。よし、教練員に行ってマハマトラを探しに行こうぜ。